ヨーロッパの首脳が相次いで中国に訪問する狙いと中国の思惑について議論していきますではゲストをご紹介します日清基礎研究所研究理事の伊藤さゆさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますそして楽天証券経済研究所客員研究員の加藤義和さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします さて今お伝えしましたように、フランスのマクロン大統領と EU ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長は5日から7日の間中国を訪問します。マクロン大統領はですね、習近平国家主席と首脳会談し、そして李強首相とも面会する予定です。さらに今回の訪中にはですね、ヨーロッパの航空機大手エアバスやフランス電力などの企業経営者などおよそ50人が 同行しているということなんです。伊藤さん、まずは、今回の訪中のポイント、どのあたりになるんでしょうか？はい、あの、二つあると思うんですね。一つは、先ほどもご紹介があったように、やはりこうウクライナ問題に対する中国の建設的な役割を、まあ、期待するということで、うんまあ、これの、ある意味では、支援をしないようにあの釘を刺すという狙いもあると思います。うんうん、それから、もう一つは、やはり経済的な。まあ 分野なんですけれど、うん、ヨーロッパとしては非常にこう経済関係が不公平であるという思いを抱いていて、うん、これあの、相互のこう EU 市場と、まあ、中国の市場のアクセス、うんまあ、中国市場は規制をかけているけれどということでここの部分の是正とかですね、うん、それからあのヨーロッパ企業があの中国で活動しているわけですけれど、うん、やはりその企業の権益は十分に守られていないと、うん、こういうところへの、まあ、努力 是正を求めるような圧力をかけるという意味でも、うん、まあ今回あの、経済界からまあ多くの要人を同行させた、うん、ととといいうことだと思っています加藤さん、中国目線で見るとこれはどういうふうに映っているんでしょう はいまあ、今、伊藤さんおっしゃった通りだと思うんですけれども、うん、まあ今回、マクロンさん、まあ、3回目の訪中ということなんですけれども、うん、今回、初めてです、ね、フランスの大統領として広東省に赴くということなんですよね、<ー>そう考えると、今あの、まさに今回、エアバスであったりとか、フランス電力ですけれども、はい、エアバスだと、この広東省の深鮮に、このイノベーションセンターがあって、まさにファーウェイとか、はい、テンセントとか、チャイナモバイルと、共同作業をやってるんですよね。 あるいは広東省でいうと、まさにフランス電力がこの原子力エネルギーのこのプロジェクトを持っていたりして、こういうその企業団を連れて行って、まさにマクロンさんが連れて行って、中国に対して、投資家は連れて行きますと、うん、その代わり市場開放とか技術移転とか、うん、いろんなこう不満があるから、そこはしっかりと組んでくれと、そういうメッセージを官民一体でまあ与えに行くと。 まあ一方でまあ経済関係しっかりやっていこうとウクライナ問題も語りましょうとまあそういう,こう総合的なえーコールというか中国側も今、経済を何とかしたいと思っているとその中でこれだけの,このいわゆるビジネスパーソンを連れて行ってあのそこら辺のこういろんなところを改善してくれればもっともっと投資できますよと。 いうようよなこととをアピールしてるそうですね、あの習近平政権の3期目も正式にですね全人代が終わって始動しましたから、うん、まさにゼロコロナ策も終わって、国がリオープニングすると、うん、まあそういった中で中国はまあ開かれた市場なんだということを、まあうん、マクロンさんを使ってアピールしたいと、うん、まあそういう思惑があるんだと思いますね。うん そしてこのところヨーロッパからいろんな訪中が相次いでいる一番話題になったのは、はい、このショルツ、あのドイツの首相が訪中したこと、はい、11月だったんですが、まあ、その後も、ね、EU のミシェル大統領もそうですけれども、まあこのスペインですね、はい、あのいろんな形でこの、まあ、いわゆるあの中国詣でというのがヨーロッパの首相、続いているんですが。 われわれか,から見るとちょっともうあの中国側になびいてしまったんじゃないのみたいに映るんですが <laughs> どう捉えたらいいんですか、はい、あの一つは、ですねやはりあのウクライナ問題が長期化するにつれて、うん、その中国の役割中国はどういう立ち位置を取るかということが、ねはい、決定的に重要になってきているという認識があると思うんですね。 中国とロシアの共同声明みたいなものもあったので非常にロシアの側につくのではないかということでこう警戒心が強かったんですが、うん、幸いにして積極的に特にこう軍事面での支援などをです、ねうん、行うことは手控えていると、うん、できればこの状態を続けてほしいという気持ちもありますのでヨーロッパとしては基本的にこう 中国とですね、うん、対話、まあ、直接対話をして、うん、ま、思いを共有しておくことが大事だということが非常に、ま、感じているところなんだと思うんですね。うん、ま、同時に、その経済的な関係についての、ま、ルール作りというんでしょうかね。ねはい、あの。 対立の意図をたどってしまうことによって、うん、その企業がどう,しどういう形でこ,うこれからやっていけばいいのか分からなくなってしまうというような状況に陥らないように、うん、やはりこれも対応することが大事で、うんまあ、ショルツさんも財界人を多数連れていったということでした、ねうん、加藤さん、一方でその間にあの外交トップになった王毅氏もこうヨーロッパを訪問していると。うん 中国側はどううししようとしてる中国はまさにウクライナ問題で欧州に期待しているということだと思うんですよね。あ,あくまでもこのウクライナ問題というのは欧州の安全保障の問題なのであって米国は関係ないと。うん はあ、ですから、フランスとドイツを中心に主語は欧州であって、そこに花を持たせたいと、うん、要はその欧州をユーラシアから、アメリカをユーラシアから追い出したいということだと思うんですよね、ええ、でそういう観点からすると、多くの欧州の首相がまあこういった EU、G7 の国も含めて、中国に来てくれると、うん、いうことは、中国の戦略的な利益にかなうと、うん、そういうことだというふうに思いまそんな中です、ね、EU ・ヨーロッパ連合のフォンデアライン委員長はです、ね、うん、中国とは経済的なつながりを分断するデカップリングではなく リスク低減を意味するデリスキングというんですがこちらを進めるというふうに言っているんですね、これは外交的に意思疎通ができないことや特定の国に依存する状況をリスクと捉えましてそれを減らしながら環境を続けていくということなんですけれども、伊藤さん、このデリスキングという考え方、これはどんな意図がありますか あはい、あのまず一つはやはりこう覇権を争うアメリカとヨーロッパとはまあ少し立ち位置が違うんだよということだと思うんですね。うんうん、まあ中国とはまあ秩序ある管理された関係というのを望んでいるというのが基本的なスタンスだということになると思います。うんうん、でリスク低減は、まあ、具体的に何をやるのかという意味では、うん、一つ、ヨーロッパは,やはりこう戦略的に重要な将来の成長分野とかですね、うんはい、決定的にやはり中国に依存しすぎている分野がありますので。 こういうところはリスクを依存度を引き下げましょうということですねそれからのヨーロッパの単一市場で中国が例えば。 国家補助金などを受けながら非常に有利な条件例えば入札に参加するとか企業を買収するうん、うん、そういったことについては一定程度こうルールを設けてコントロールしましょうと、うん、それから国、ま、会、あの訪中の一つの目的でもある、うん、やはり企業の免権益ですねうん、うん、中国における企業の権益を守るこれもこのリスク低減のまあ一つの重要なポイントだと思います、うん、今おっしゃった中でもその決定的に依存しているということの一つに実はレアアース があります。これご覧ください。eu は実はレアアースの98%を中国に今頼っているということで、今慌ててですね。あの、例えば ev 向けのこの材料のこのレアアースについて言うと、これから自分たちも発掘するみたいな話が出てるんですが、これどれも見るとかなり先の話なんですね。で、その中で実は中国はもう今揺さぶりをかけようとしていて、レアアースを使った高性能磁石などの製造技術の輸出禁止を。 今、検討しているということで伊藤さん、改めてこれ一つ見ても、はい、まあ依存は減らさなければいけないけどもすぐに形が出るものではないというのは、はい、そういう状況にあるからやっぱりアメリカとはちょっと立ち位置変えざるを得ないと,いうそういうことでですすかねねそう切り離そうとすれば、うん、当然のことならこのロシアの制裁と対抗措置もそうですけれど、うん、中国も対抗措置を打ってくるわけですよね。うん、でその痛みがやはりこう ロシアとのエネルギーの問題も非常に痛いわけですけれどうん、うん、このこ経済安全保障的な領域に関してもです、ねうん、一気に切り離すというのはヨーロッパにとってあまりに、まあ、痛みが大きすぎるそういういいことだとだ思います、うん、加藤さんそのヨーロッパ側はじわじわそのリスクの部分は減らしつつも、うん、やっぱり中国とは。 こう経済関係を続けていくとそういうスタンスだということなんですが冷戦期の米ソ、まあ、昨今の米中とは違うと、ねまあ、おそらく欧州のスタンスというのはより日本に近いと思いう,ふうにもんですけれども、もちろん価値観という意味では西側であると、ただ経済面ではやっていかなければいけないと、うん、だからそこはバランスを取ってデカップリングではなくてデ,デリスキングという、まあ、若干中途半端な言葉を使っているということだと思うんですけれども、このレアースに関しては、やはり中国も、やはりそのレアースというのは、以前、小平さんがですね 中東には石油があると、中国にはレアースがあるということを1990年に言ってるんですけれども、あ<ー>まあその後もやっぱりその埋蔵量、生産量の観点から、中国はやっぱりその輸出しすぎてるという観点から、徐々に減らしていかなければいけないという中でも、今、e、EU、これだけ中国に依存しているということなので、今後、中国は禁用をしていくという観点から、e、EU に対してプレッシャーかけていくと思いますね、やっぱりこれだけ依存しているわけですから、それ以上輸出しないぞとなったときに、じゃ EU として何を根拠に、この経済発展に生かしていくのか、中国はそこをそらくですね外交的優位に、 を持っていくべきで,ですねこの外交の一つのツールに使っていくとだからレアアースが戦略的資源になるっていうのはそういうことだと思いますね、うんはい、さてお知らせの後はヨーロッパの首脳が中国に相次いで訪問する中中国側はそれをどう利用とし利用しようとしているのか読み解きます